配信の時は明るくしてるんですけど、東京晴れてます。東京、新潟はね、あれ、こっちも天気悪いです。今日は仕事お休みです。ねずこ、そう、ねずこだよ私。日の光に当たると死んじゃうってふざけて妹とか兄弟に言うと「ねずこちゃん」って23日お話し会よろしくね、よろしくね。でも明日だもんね。明日オンラインで会える方もいる。なんで明るくしないの？なんか暗い方が落ち着くんですよね。明るいと落ち着かない。うん、でもなんだろう、しかもじゃ夜とかもうさ、寝たいじゃん。お風呂上がったらもうお風呂だから、ちゃんと眠くなるように暗くしてるっていうぐらいだけ。昼ラーメン食べてきた。私もね、ラーメン食べようと思ってる。さやとお土産交換した時に長岡のラーメンをくれたので、それを食べたいなって思ってる。湯船に入る派です、私は。黒髪似合うな。まあ黒髪しか皆さんの前でお見せしたことないからね いろんな、そうね。でも日本人である以上に黒髪似合うって言ってもらえるの嬉しいですよね。みんなに黒髪が結局似合うんだからって思う。染めてようが黒髪でいようが。長岡にラーメン食べに行きたいって思ってるよ。染めたいとかある？全然ある。てかだって私の髪質的に、何、一本一本しっかりしてて、すっごいもう本当に重く見えるから、なんか、茶色くして明るく見せれば多分垢抜けて見えるんだろうなっていうのは、すごくメイクさんとかいろんな人とお話はする。でも多分昇格して染めてもいいってなったら、多分高校卒業以上の今の研究生メンバーは多分一気にみんな染めると思うから、だから タイミングは、私もできるならすぐに染めたいけど、タイミングを見て染めたいなっていう感じです。金にもしてみたいし、赤とかピンクとかいろんな色やってみたいなって思う。似合う似合わないかは別として、ミルクティーの色とか。だから黒髪じゃなくなったから押すのやめるとかはやめてください赤、そう、赤とかも。ピンクにコメント欄が動揺しているみんな。髪の毛めっちゃ落ち着いてる。そんなことはネガティブ、いや、あるじゃんそういうの そう、若いうちにいろいろ、そう、なんかこの職業じゃなかったらなかなか髪の毛をピンクとかはしにくいと思うんですよ。住んでる場所とかにもよるけど。だからできる時にできることを悔いなく過ごして生きていきたいなっていうのはすごくある。喋り会に向けて僕は赤にする。男の方って赤髪って結構やったことある方多いイメージあるけど、どうなんだろう。っていうか髪の毛の話じゃなくて、今日さ、
iOS の14新しいアップデートが公開されたじゃないですか、まあ、みんなお仕事だからしてないかもしれないけど、すごい気になってて、っていうかなんかもともとこのアップデートが出るみたいな、染め立てで気づかなかったらマジおぽになるよ。あ、なるね。だってもう見た目が完全に違うやんってなるもんね。なんかでもアップデートしたらショールームできなくなっちゃったりするかなとか思ってしてないんですけど、あ、確かにお話し会前だから確かにやんない方がいいかもね。確かに、そう、私も気になってて、でさ、もともと近頃出るよみたいな言ってたじゃないですか。でその後に、うん、違う、もともとこのさ画面の仕様が変わりますよとかっていうのは解禁されてたじゃないですか。でその後にすぐアップデートが出たんですよ。だからもうそれをやったら画面が変わっちゃうのかなって思ったらアップデートしたら変わんなくて、で今日からアップデートになるみたいでね、すごく気になってるけど、結構ガラッと変わるみたいだから、そうね。あとなんかゲームアプリによってはまだ対応しきれてないアプリもあるみたいだからね。確かにお話し会前だから危ない橋は渡らない方がいいかもね。うん、なんか動物の森ポケットキャンプとかパズドラとかがまだアップデートで対応できてないみたい。うん、みんなはやめといた方がいいですね。これでお話し会で LINE ライブとかがさ対応してませんとかになっちゃったら困っちゃうから。一応 LINE ライブは大丈夫だった。だってでもね、ちょっと本当にどうか分かんないからね。今までだったらすぐあげちゃう派だったけど、おしゃべりから分かる。私もさ、もうトレンド入りとかしてたら、あ、新しいの出たんだと思ってすぐダウンロードしてインストールします。待ちますもん、ダウンロード時間。だ結構ダウン、なんかアップデートが公開されてから3日後ぐらいまで更新しないと、なんか今日の夜アップデートされますみたいな出てくるじゃないですか。でも私いつも夜は睡眠計測のアプリを使ってるから、なんだ、アップデートされないんですよね。だからあらましもちゃんお昼珍しい。そう、でもね、確かに久しぶりにお昼やったかも。でも今回のアップデートさ 2.83GB、 2GB もある、約3GB だよ。結構でかいよね。まあね、そんだけ大型アップデートになっちゃえばしょうがないっていうか、でかいのもどうあれだけど。こんにちは、ハートとだるまありがとうございます。まだね、私もアップデートしてないんですよ。なんか最近さ、私朝方とかにさ目覚めちゃうんですよね。睡眠が浅い。うん、睡眠浅いわ。なんか目覚めちゃう、眠れないし。お話し会で不具合の報告あるので危険だって。みんなあんまりやらない方がいいかもね、もしかしたら。うん、暑いのとかなんかかゆって思って目覚めることが多い。今日もさ、なんか足めっちゃかゆくて、なんかかいちゃって、で昼間なんかブツブツできちゃって今保冷剤で冷やしてる。ありがとうございます。でも別にもうエアコンつけるほどの暑さでもないじゃないですか。そう、マシも冷却中。でも昨日はちょっとなんか暑くて
3時間後に消える設定とかで寝たかな。そう、まあでもね、多分ね、なんだろうね、こんにちは、ヤホミ、ヤホミ、結構ハンディファンを買ったから、ハンディファンで結構頭を冷やしてる。反省してる意味じゃないよ。なんか髪の毛が多いから熱がこもるっていうか、だから髪の毛こうやって頭皮に向かってパーってやるとめっちゃ涼しいんですよね。そう、ハンディファン充電して、あ、そうだ、そういえばさ、こうやってこの辺頭皮に向かってやるだけで全然涼しい。でも喋ってる声聞こえなくなるよね。花束ありがとうございます。で、そうだ、マシラジさ、50回、来週で50回になるんだけどさ、やほ、でも結構ね、メールでどうしようみたいな話で言ったら、ずらしてもいいんじゃないかなっていう声が多くてっていうか、もう大体もうほとんどの方が、あ、50回メールありがとうございます、かわいい、ありがとう、50、そう、ちゃんと準備ができて、多分ファンの方も50人にわしらじステッカーブレ、いや、それはね、できない、ね、そう、なんかさ、ファンの方もおしゃべり会の後だから多分ふわふわしてるんじゃないかなとか、うん、ファンの後ろに保冷剤くっつけるとさらに、そうなんだ、ありがとうございます。今日髪ストレートが楽なの、ずらすのに賛成。そう、なんか本当に絶対水曜にやれみたいな感じで言う人がいなくて、本当に私のファンの方優しいなって思ってるんですけど、うん、でも、うん、ちょっとあれだなっていう、今まで水曜日にやってたのに木曜日、うん、水曜日にこだわりたい気持ちもあるんだけど、あるんだけどね、でもちゃんと準備がしきれる、ちゃんと準備をしきれる自信がないから、木曜日にしよっかなっていうところがあれですね。なんか決めるなら早く決めてみたいな感じで言われるから、木曜日にしよっかなっていう感じですね。そしたら9時から配信できるし、アイスありがとうございます、ハート、じゃあアンケート取ってみようかな。1番が水曜日、2番が木曜日、1番が水曜日、2番が木曜日で、お昼の時間帯だとさ、見れてる方と見れない方が、最初のうちは木曜日、そうだっけ、水曜日にやってた気がするけど、木曜日だったっけ、ちょっとわかんないよ。1が水曜日、2が木曜日、1が水曜、2が木曜、マシラジ50回記念、1番が水曜日、2番が木曜日、どっちがいいか、どっちがいいかっていうか、どっちがいいと思うか投票してくださると嬉しいです。
でもなんか飛んでくるボールを見て結構わかるよ。でも結構木曜日2が多いよね。みんなが優しいからみんな優しいから時間に余裕があったのが完成度が高くなる。うん、結構バタバタしないでできるかなっていうのはある。じゃあ投げたかな、みんな投げたかな。でもこれでさ、なんかそんなにクオリティが高くなかったら、そうでもなかった、せっかく木曜日でもいいよって言ったのにそうでもなかったわみたいな感じだったら悲しいけどね。投げたよ、投げた。自分の中でも余裕を持ってできるのが木曜日だから、木曜日にさせてもらおうかな。投票終了。おー、ありがとうございます。やっぱり木曜日にしよっかな、木曜日にしよっかな。みんな優しい、ありがとうございます。本当に本当に優しいファンの方に囲まれている本当にありがとう。そうなんだよね、一つ一つに集中できた方がいいと思う。特番ということで呼びかかってもいいのかな。うん、木曜日にします、木曜日にします木曜日にします、よろしくです、ありがとう。そう、この話をしときたかったんだ。みんなもさ、早く決めてほしい、どっちにし、どっちでもいいけど早く決めてほしいっていうのはあったと思うから、タコありがとうございます。そうね、9時かな、9時です。はい、こんにちは、こんにちは。そういう余裕を持ってやらさせてもらいます。イベントやってるの？イベントやってないの？これからお昼ね、いや、これから、うん、買い物に行きたいのと筋トレ、ちょっと筋トレみたいな、体を動かしさなきゃなって思ってます。都合のいいつく時にするのが一番。ありがとう。まあね、これがね、本当もう全部自分で考えて、まあ、お便りもらうのは皆さんですけど、自分でやることの良さですよね勝手に時間変更とかもできるから。雨降ってるよ、うん、分かってる、雨降ってるけど、ちょっと買い物に行かなきゃいけない。そんなに降ってんの雨。でも確かになんか水溜りがを跳ねる音とかはすごく聞こえるなっては思ってるんですけど、うん、筋トレさするってさ思って、腰、重い腰をそこない。やり始めるまでがすごく大変で、ここ最近ずっと結局やるんですけど、もう結局やらなきゃしょうがないって思いながら、しょうがないっていうか、何、自分のことをもうそこ筋トレぐらいやらなくてどうすんのっていう
感じで自分に活を打ちながらやってるんですけど、そこまでやるっていうところまでに行くのになかなか時間がかかって、その1時間とかかかるわけじゃないんですけど、ちゃんとでもなんだかんだ言ってやるから偉いなって自分で思うようにしてます。はい、でもやらなきゃしょうがないって思ってマシは偉い偉いけど、それでもするのが偉いよ、偉い偉いマッシーマッシー偉い、さすがマッシーって本当に途中で自分に言い聞かせながらやってる、ありがとうみんな、あーちゃん偉い、マッシー偉い、さすがありがとうありがとう、これでちょっとはやる気が出るかもしれない、筋トレの花丸さすが、エレはできる子、ファイト、かわいい、さすが、みんなで背中を押してくれる、優しい、優しすぎる、100点満点中5億点だよ、すごい5億倍の点数をいただいたよ、優しい、みんな本当にやばい、優しすぎるありがとうポジティブな言葉しか書けません、そうしてほしい、そうしてほしい、最近マッシュがお気に入りです、ありがとう、終わった後達成感を感じるか疲労感を感じるか継続力が決まる、まあでも終わった時はよしもうこれで好きなだけぐーたらするぞって思う、ここだけは頑張ろうって思う、あ500万枚、うん、ありがとうみんな褒めてくれて、みんなも毎日お仕事頑張って偉いよ、お仕事やるべきことをやって偉いよ、偉い、すごく偉い、花丸存在が尊い、だから午後も頑張って頑張ろう、きっと私もマッシーも今それを頑張っているだろうって思って頑張って、これは午後適当に仕事できないな、頑張ろう、まあそれなりに適当に、それなりに、それなりに手を抜くというか、それなりにさ力を抜くことも大事だから、それなりに頑張ろうみんな、私もそれなりに頑張るからそう、ぼち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 頑張ろう、強く生きよう、強くなれるだね、はい頑張りますし、ありがたいお言葉です、女神様からのありがたいお言葉、もう頑張って、スクショはまだま絶対読めないって分かってコメントしたでしょ、強烈死局合ってる？
共閲支局。で、共閲？違かったっぽい。何？し、星になっちゃうね。地獄、あ、極ね、極上の極ね、なるほどね。至極、強烈至極、なんか難しい言葉ってわかんない。強烈至極ね、多分。でも明日とか言われてもわかんないと思う。ハート、あくび、あ、最悪だ。スクショタイムって言った瞬間にあくびが出る。でも下を向いてから大丈夫。あ、涙目。泣いてないよ。めっちゃ涙目じゃない。超涙目。やばい、ここで私自分でスクショしたら泣いたみたいになるよね。お昼の時間でも、はい、それでは明日も、明日オンラインおしゃべり会会える方は会いましょう。明日でもオンラインおしゃべり会この時間だよね。12時から12時40分の間だよね。と明日、明後日もか、うん、たまにのお昼配信でした。じゃあ皆さん午後も頑張ろうね。バイバイ、ありがとう、バイバイ。